クモさん今回 V にしましょうか v v あのベメオっていうねの僕も利用してるんですけども月5000円ぐらいですかね、はいまあ、ここはねお金払ってるんでまあバンっていうかねないというかまあ多分ないですね <laughs> まあ普通にやってればうんだから僕も以前赤バン食らった時にですね まあ一番大変なのが、まあ、新しく作ればいいじゃんっていう話でもあるんだけども、まあ、提供していた動画のソースコードが全部使えなくなるわけですよね。で、そうなってくると、まあ、ポータルサイトを提供してます。でも、ポータルサイトのに貼,り貼ってた動画が1個も見れません。これはね、結構しんどいですね <laughs>。まあ、1から作ればいいんだけども、じゃあその1から作ってる間、お客さんな何も見れないみたいになるので。 やっぱね、リスク回避はね、一応しといた方がいいと思いますけどね。うん、まあ確かに、まあ無料でできる部分はあるんだけども、万が一の時のことを考えると、まあそこはお金払ってでもやっといた方がいいっていうところは、僕はまあ、体験したんで、その、その時の大変さはもう味わいたくないですね。 だから昔そのバックアップファイルを他のチャンネルにアップして300ぐらいその全部書き換えるみたいなやりましたけど超大変です。3日4日ずっとそれやってましたからめちゃくちゃ大変ですね。うん。だからまあ、なんかまあそういうところはねお金払ってでもやらないといけないこともあるかなっていう。 例えばまあメ、まメール配信機もね、まあ、Gmail でいついつメール送れば、別にメルマガの配信機、別にい,いらないじゃないですか。だけど、それはあった方がいいよねっていう。だからひつ経費、必要な経費という考え方ですよね。まあ、確かに無料でできる部分はあるんだけども、いろんなことを考えると、まあ、それはまあ必要経費として考えるっていう。うん、結構、その僕は会社をこう社長をやって思って、 たのがのがそ経費という考え方ですよねこれはまあ経費だねと。だパソコンもこの前そのエイリアンパソコン買いましたけど高いですよ。安くはないですねうん。まあ36ぐらいでしたかな。まあねデスクトップのパソコンなんか安いのはね10万以下のいっぱいありますからそれに比べると3倍4倍にすりますよね。 まあ久保さんが買ってた時エイリアンパソコンよりかは値下がってると思いますけどまあそれも何でかっていうとまあ必要経費ですよね経費という考え方ですね多分ねその教材を買うとか塾に入るとかも経費という考え方がまあできないんでしょうねだから自分の人生を変える収入を上げるじゃあそこに対してあの参考書を買うとかねうん それはまあそれを達成するための必要経費であると会社を運営する上での必要経費であるで自分の人生を運営する上での経費である必要な経費であるっていう捉え方ができない要は自分のお金それが奪われる自分のお金がなくなるああみたいなねでもあなたの会社もあなたの会社を運営するためにあなたっていう経費を払ってるんですよ人件費を いろいろね、経費払ってるでしょうし、だから何かをこう、達成するとか、何かをこう、運営するとかは、やっぱ経費はかかるのでうん、そこの考え方一つでやっぱ変わるのかなと思いますね。うん、経費という考え方ではなく、何すかね、うん、取られたとかね、奪われたとか、まあそういう考え方だと、 ちょっと難しいいんじゃないかなか会社を経営する自分を経営していくっていうのは多分結構ちょっと難しいかなと思いますねいってらっしゃ